ひろし、ひろし、大川隆法の息子で元人気 YouTuber のひろし、最近元カノへの名誉毀損で逮捕されて有罪判決を食らったひろし、最近は俺のアンチとして俺がオワコンだとなんとか言って騒いでるらしいな。ひろし、お前もオワコンじゃねえか。チャンネル登録18万5千人もいるのに平均再生回数は5千回を切っているな。ひろし、オワコン同士で喧嘩してどうするんだよ。ひろしな、オワコン同士が喧嘩して誰がそれを面白がるんだよな。ひろし、俺の授業はうまくいかなかったとか言って喜んで動画出したところでどっちもオワコンなんだから興味ないんだよ。ひろし、わかるか。ひろし、逮捕されたことを自分は問題対数量が高いインフルエンサーだから狙われたと言ってるらしいな。ひろし、チャンネル登録者数も減って再生回数も減ってオワコンがな、なんで警察がそんな目つけると思うんだよ。ひろし、ただ犯罪しただけじゃないか。ひろし、ひろし、今ならまだ間に合う。ひろし、エデンでバーテンしないか。エデンでイベントバー、エデンはな、全国に7店舗展開している誰でも一日店長ができる店なんだ。ひろし、まあ似たような店君も経営してるらしいが、ひろし、エデンは君を待っている。ひろし、イベントバーエデンでバーテンしないか。